エースを中心とした守りのチームでチーム一丸となって少ない人数ですが頑張っています。目標は3回戦になることです。チームはやはりピッチャーの靴が投打の柱で、彼が守備から投球からゲームを作って、それにリズム攻撃でリズムを良くして、少しずつ点を重ねていって、やはりロースコアで勝つというのがチームの戦い方です。選手にも1つ勝って満足するのではないというふうに話しているので、2つ勝つことが最大の目標です。